ガング入りカプセルを露出させた画像キンダーサプライズの商品名。卵系のチョコレートの内部にカプセル入りのガングが入っているのが特徴。同社のキンダーチョコレートブランドの展開の一つである。1974年に初めて発売され、業界に一分野を生み出し、世界各国で販売されている。この商品はチョコレートが溶けやすくなる夏に発売を終了し、 秋に商品を一新して発売が開始される。玩具の設計は、専属や自由契約のデザイナーによってなされている。整形や作動の成功さ、物語性の存在等、キンダーサプライズは、他の玩具にも劣らない質を持つ。また、組み立て式のものも多く、図を見ながら組み立てることには、遊びや、チークの要素がある。内容は時節ごと。 年ごとに変わることから、コレクションアイテムとして集める成人も多く、現在は発売当初の目標だった子供市場に加え、成人のコレクター市場での需要も獲得している。コレクションは特にドイツで盛んであると言われている。イスラエルのスーパーマーケットで販売されている、キンダーブランドのチョコレート菓子。写真の下から2段目の棚の左側に、キンダーサプライズの3個パックがある。 キンダーサプライズは世界30カ国以上で販売されている。商品名は本国であるイタリアではキンダーソルプレーザーである。キンダーサプライズという名称は英語圏その他で使用されているがドイツではキンダーバラシャングであるなど販売国ごとによって様々な名称が用いられている。また中の玩具の衣装も国ごとに異なる場合がある。 日本では1970年代にチョコ卵の名でロッテから発売され、一度日本での販売は終了した。1997年に販売担当をカンに変えて、キンダーサプライズの名で発売された。2002年、日本フェレロ社は江崎グリコと販売代理店を結び、この年9月からのキンダーサプライズの販売にはグリコが当たった。その後販売を終了した。 ウェブサイト上で確認できる最後の報道発表は2003年1月のものである。2015年5月現在、日本での販売事業は行われていない。キンダーサプライズは世界の食玩業界に一つの新しい分野を生み出した画期的商品で、等の類似商品が多数発生した。アメリカでは食品医薬品局が幼児の誤飲を防ぐために、 食品内に玩具を入れることを禁止している。類似の商品の場合も中にはキャンディー等の食品が入っている。実際にはヨーロッパ方面から輸入されたキンダーサプライズが販売されている場合があるが違法である。国境でもキンダーサプライズの持ち込みがチェックされており発見された場合には没収される。税関によると2009年に押収された。 キンダーサプライズは2万5000個。米国での規制強化の動きと前後し、日本国内においても競合製品であるチョコエッグの販売対象年齢を15歳以上に引き上げるなど、業界内では自主規制の強化が進行しつつある。キリスト教国家であるイタリアでは、キリスト教の行事である復活祭が深く浸透している。この復活祭の最中には、イースターエッグという、 彩色を施した卵や卵型のチョコレートをやり取りする風習があり、キンダーサプライズはその風習を商品化したものである。またヨーロッパにはパイ等の中に人形やコイン等を入れ、その意外性をくじ引き的な遊びとして楽しむ風習があり、食品内部に非食品のサプライズを仕込む発想は新しいものではない。例えば、フランスではガレット・デ・ロアというパイ菓子に、 フェーブと呼ばれる、陶器製の小さな人形や動物その他を入れ、切り分けたときに、それが当たった人には何らかの幸運があるといった、類の遊びがある。現在ではそのフェーブも、また、コレクションアイテムとして販売されている。キンガーサプライズ、ティコタクを、輸入販売、江崎グリコが、日本フェレロ社と販売代理店契約を締結。江崎グリコ。 2015年5月9日閲覧。キンダーサプライズの新おまけはネットゲーム。グリコから9月発売。マイナビニュース。マイナビ。2015年5月9日閲覧。映画、ロード・オブ・ザ・リング。二つの塔のフィギュア入り。キンダーサプライズを数量限定で発売いたします。江崎グリコ。2015年5月9日閲覧。ホームキンダー。フェレロ社。 2015年5月9日閲覧。カナダ人が持っていた卵型チョコが米国境でトラブルに。ありがとうございます。